タスマニアオオガニは、甲角アモン、10脚目、単シ下メ、イソウグギガニカに属するカニの一種。オーストラリア南西部とタスマニア島近辺の海域の、水深30から500メートルに住む。タスマニアオオガニ幸福が最大で46センチメートルに、達し、体重も13キログラムになる巨大なカニで、体重や足を広げた、大きさでは、高足ガニに及ばないものの、 幸福ではこちらに軍配が上がる。メスのサイズは、オスの半分ほどである。磯に住むイソウギガニが5センチメートルほどの小型のカニであるのに対し、禁煙種ではあるが巨大になる。甲羅は赤に、黄色が混じり合った色で、ハサミの爪の先は黒。ハサミは、右側が大きい。接触動物のハサミとしても最大級の大きさとなる。成長は遅く、長命である。 柔らかい堆積物上に生息し、固着性、または動きの遅い貝、人で甲殻類などを捕食する。メスの半数が、校長1 2 5ト、mm、ルで、生成熟し、6から7月に交尾する。50から200万個の卵を4ヶ月放卵した後、大陸方外園に移動して、卵を孵化させる。平均して、孵化から54.0日で、メガロパ陽性に、 91.8日でチガニになる。現地では食用として捕獲している。以前は南伊勢海老漁で混濁されていたが、1990年代から本種を対象とした量が行われるようになった。主にカニカゴで捕獲するが、資源保護のため、カニの再生能力を活かし、ハサミ足を切断した後に海に放し、再び合皮して大きくなるのを待っという。 2004年には年間の漁獲量が62.1トンに制限されている。ありがとうございます。